帝京と大東文化の一戦は前半9分、帝京のラインアウトからボールを奪ったボスグリーンのジャージ大東文化、ここから左に展開します。青木、ロロタボ、鈴木、そして13番の鎌田に渡ります。ここで赤いジャージ帝京の奥村、タックルからターンオーバー、そして14番の木村につなぎます。そしてそのままトライ、コンバージョンも決まって7対0と帝京が先制します。フルバックの奥村が判断よく前に出ていって、ちょっとこの外側ね抜かれそうになるんですけども、しっかりタックルして乗り越えていく、そしてすぐボールを見てですね、しっかりつなぎましたね。はい、勢いに乗った帝京、その後2本のトライでリードを広げると、27分です。末が相手の隙をついた素早いリスタートからランで突破、ここから木村、尾崎とつなぎ、最後は李承信に渡ります。そのままトライ、さらに得点を重ねた帝京33対0、大きくリードして前半を折り返します。1年生の李承信なんですけれども、高校日本代表のキャプテンとしても活躍しましたよね、うん、そして高校の時はセンターだったんですけれど、まあ、突破力あるタイプだったので、はい、まあ、ウィングでも十分通用しますよね、うん、一方の大東文化は後半7分、キャプテンの佐々木がリスタートからそのまま持ち込んでトライ、コンバージョンも決まってようやく反撃ののろしを上げます。しかしその直後でした。帝京は15番奥村が左サイドにキックパス、李承信、そして7番の山口、ここは捕まりますがボールを受けた末、そのままトライを決めて大東文化にペースを握らせません。さらに得点を重ねた帝京、16分、末、尾崎、李承信、この試合2つ目のトライを奪って50対7、大きくリードを広げます。結局この後もトライを重ねた帝京、60対7で快勝し2連勝。一方大東文化は連敗スタートとなりました。では大東文化キャプテンの声です。細かい部分の甘さっていうのがまだこの試合でも出たと思うので、最後のフィニッシュだったり、あとは個々のブレイクダウンとか、あとはキャリアの寝方とか、そういう細かいスキルをもっとこだわってやって、こだわるのが必要だと思います。